視聴者を激しく罵る配信者。一体師走の時期に何があったのか。ニコ生で有名な配信者のゆいがさんが多摩川の岸辺でスーツケースに入れられた状態で殺害されているのが発見されました。死因は窒息死だそうです。警察の調べでは死後数日経っているそうです。26日の最後のツイートで何かトラブルを抱えてた様子を書き込んでいます。ゆいがさんは絵文字を使わない、これは偽装だという人もいますが、遡れば結構使っているので、それはまだ確定的ではありません。そして、携帯が見つかっていないとの未確認情報もあります。いずれにせよ、この時誰と揉めていたのか、それは、親しい人に必ず話していることだと思います。それが事件解決の糸口に、沢さんの転落死に続いて、ゆいがさんのこのような死亡、ニコ生の人は、最近人が死にすぎるような。